1963年の日本グランプリは、1963年5月3日と5月4日に、鈴鹿サーキットにて、決勝レースが行われた。正式名称は、第1回日本グランプリ自動車レース大会。第二次世界大戦後の日本における本格的な自動車レースの始まりとされる。四輪、レース初の日本グランプリは、1962年11月に、 開業した鈴鹿サーキット国際レーシングコースで開催された。国内では自動車クラブを中心としてジムカーナやヒルクライムのような活動が行われていたが、今回は専用舗装コースで行われる初の本格的四輪レースとなった。最初に開催を発表したのはホンダが講演する日本自動車スポーツ協会だった。日本グランプリの主催、公認権を持つのは 国際自動車連盟加盟団体である日本自動車協会だったが財政難から日本自動車連盟への吸収合併案が進んでいた JASA と JAA の間でトラブルが生じ FIA は今大会の未 JASA が主催し JAF が公認するという形の調停案を示した JAF は出場者に有料の会員登録を要求して反発を招き JSA が全員分の会費を支払うという一幕もあった。大会日程は2日間にわたり、車種と排気量ごとに10クラスに分けて行われた。翌年の第2回大会までは、グランプリ指定のレースはなく、全クラスの成績が等しく扱われた。国産乗用車中心のツーリングカーレースが6クラス、輸入車中心のスポーツカーレースが3クラス。 さらにメインイベントとして、海外招待選手による国際スポーツカークラスが2レース行われた。来日メンバーは、ホンダの中村義雄が友人のジャーナリスト、ジェラール・クロンバックに依頼して集めてもらった。当時の日本では、自動車レースという競技の存在自体ほとんど知られていなかったが、物珍しさもあり2日間に20万人以上もの大観衆を集めた。 観客の中には、公営ギャンブルのオートレースと勘違いして、券売所を探す者も,もいた。出場者は、計148人。招待選手を除けば、もっぱらアマチュアの自動車愛好家であり、講習会と練習走行で、レース機の意味や、アウトインアウト、スローインファストアウトなどの基礎知識を教わった。彼らは愛車を運転して、 鈴鹿に到着し、ナンバープレートをつけたままレースに出場して、終了後はそのままキロに着いた。運営側も不慣れなため、曖昧な規則の解釈をめぐって混乱が多発し、怒った選手がオフィシャルに暴力を振るうような場面もあった。スポーツカー B3 クラスに出場した浅野正男は、オフィシャルとの口論の末興奮状態でスタートし、150R で、 コースアウトして外貨へ転落。意識不明の重傷を追い半年後に亡くなった。国内自動車メーカーにとってもサーキットレースは経験のない分野だった。日本自動車工業会加盟企業は日本グランプリには積極的に関与しないとの紳士協定を結んだが、市販車に手を加えたり腕の立つドライバーと契約するなど隠れワークスチームで臨んだメーカーもあり、その違いが 成績に現れた。出場3クラスを制したトヨタは、新聞広告などで、グランプリ優勝キャンペーンを展開し、該当車種の販売成績を伸ばした。レースの成績が、宣伝材料になることが証明され、以後、自動車メーカーは、自社製品の優秀さを PR する目的で、レースに、積極的に取り組むようになった。1位でゴールした、石津雄介は、 ウィンドシールドの規定違反で失格。ダットサンフェアレディ。ナンバー39は、田原玄一郎のシャバン一着のアーサー・オーウェンは、特別参加のため商店街。メインイベントの国際スポーツカーレースは、ドライバーが車に駆け寄って乗り込むルマン式スタートで行われた。優勝者のピーター・オーは、後にチームロータス代表として、中島サトルの F1 デビューに関わるなど、 日本と関係が深い。また、2位のマイケル・ナイトは、翌年の第2回日本 GP で王を破って優勝するが、今日では、岡山国際サーキットのマイク・ナイトコーナーにその名を残している。2009年4月、鈴鹿サーキットのリニューアルオープンイベントで、第1回日本 GP が再現され、ゲストのピーター・王の乗る、ロータス23を先頭に、 フェラーリ 250GT、ポルシェカレラロータス11、ジャガー E タイプなど、当時と同型の車両が、東コースを、パレード走行した。AB カツラギ、日本モーターレース史第1回日本 GEP から20年、P29 から32、日本の名レース100戦、ボリューム0 2 5 6 4第2回日本 GEPP82。 海外ラリーでは1950年代末から活動しており、トヨタと日産はオーストラリア一周ラリー、プリンスはリゲージュソフィアリエージュラリーに出場していた。レーシングコース。岡山国際サーキット。2012年5月25日閲覧。小倉持長。鈴鹿サーキット。リニューアルオープン。OCN スポーツ。 http://www.ocn.ne.jp:/sports:/motor sports:/motor 09041612HTML2010 年9月17日閲覧。ありがとうございます。